こんばんは。やばい二十歳やばい二十歳とか言って、ちょっと待ってちょっと待って、日またぐ日またぐよ。明日のインスタライブの時間をまだ決めていなくて、19時とかかな、19時とかだとちょうどいいのかな、20時、19時、いや20時ダメ、19時とか20時に配信インスタライブして、エッサが終わってから夜配信したらいいんじゃない。じゃあ20時にしようか、19時半にしよう、間取って、20時19時半にインスタライブ、21時半からやるかな、ちょっと微妙、それも微妙ですけど、うわーやばいね、二十歳が終わる、そして誕生日の方がいるって、私今日誕生日の方なんか2、3人知ってる気がするんだけど、ティアラしたまま、お誕生日おめでとう。その状態でかぶれるのね、そうだよ、頭が小さいって言ってくれる何歳？何歳？はい、答えて。はい、言って言って、何歳？はい、
秘密なのかな。それならそれでいいんだけど。ポキは言ってあげる。20歳。分かった。また数字だけ送ってくれてるんだな。何歳になりましたって送ってください。そう、カウント扱いになっちゃうんです。数字だけだとダメなんだ。45歳。5なんだね。なんで、なんで5が好きなの。ポキとご縁があって、だからポキと運命ってことで、だからポキのことが好きで、ポキを推しにしたいっていうことでいい。だから GO でいい。そう、ポキ教え GO の GO でいいか。それで GO が好き。なるへそう、なるへそう。そうです。だって、よしよしよし、ありがとうございます。では KMT においで遊ばせ。素敵な1年になりますように。おめでとう。よし、こんばんは。今日は初めて髪の毛をコテで巻いてみました。
意外と私は器用だからできました。でも指を2本やけどした。そんな言うほど痛くないけど。焦げなかった？焦げないわ。アンナに教えてもらった。もうね、アンナの方が上手にできる。あ、アンナちょっと具合悪くて公演の前座お休みさせていただいたんですけど、ご心配ありがとうございます。きっと大丈夫です。私も映らないようにしないとね。今日誕生日です。え、待って、私今日さ何回これえ、じゃあどれぐらいかかった？10分ぐらいかな。誕生日だからティアラ、そうね、二人目おめでとう。誕生日何歳？何歳なの？答えて、何歳？4? 私に見えなかったコメント。4が好きなんだね。24? 見えなかったな。若、年男ってこと。4はなんで4が好きなのか。4は4、幸せになりたいからポキのことを押すっていうことでいい。だから4。多分そうだと思う。多分そういうことなんだと思う。4が好きってことは。返事がもらえない。
多分そうなんだと思う。素敵な一年にしてね。それは違いますっていうことかもしれない。多分それでいいんだと思う。暑い。髪の毛今日私これしたいんだった。可愛くない？めっちゃ。と一個でいいはず。こっちは見えないから。おお。ちなみに今日着てる T シャツはこちらでーす。なんそう言って。これ着てまーす。ありがとうございます。昨年のものですが、うん、そしてちょっと飾りを、飾りっていうかつけたいじゃん。できたよ、クラッカー。散らからないやつ。紙テープが離れないクラッカー。キラキラテープが離れないクラッカー。音だけタイプ買った。とハッピーバースデーってあったから H と B と D だけ膨らませたい。わかんないんだけど、こんなの。H、 え、 B あった？なかったよ。これか、これかな。膨らませたら B に なるのか。え、まあ膨らませてみよう。まずね、他の、え、他のさ、他の字使わないかも。
息で膨らますの？そう、私がこの自慢の肺活量で、あと21も買ってきたんだからさ、5個もう膨らませなきゃ。うん、行きます。できた。すごいのこれ。はい、これなんか空気が抜けてきた。入ってる感じしないんですけど、次これも入ってないな。できました。ハッピーバースデイ。こうか。あと21もやっとく？もう。
入ってないな、もう。膨らますポンプいらないよ。膨らますポンプいる？私だって口でいける、多分どんな風船でも多分呼吸で。はい、終わり。できた。なんか腫れるかな。めっちゃ粘着力怖い。ねえねえ、 B ってさこうだよね。これが全然可愛くない。21は21歳になったら持つ。
D が「ちょっとガムテープ一つじゃ持たないかも」って言ってる。今日だけ後ろに行ってもらって。H やばい。じゃーん。手がペッタペタ。そして見えない私がいたら。まあいいですよ、あるという事実、ハッピーバースデーをちゃんと後ろに貼っているという事実が大事。できました。準備はできましたね。お姫様になったし、二十歳にやり残したことなんだろう。なんだろうね。ストーリー更新しようか、二十歳最後の。見に来てみたいな。え、なんかさ、お姫様みたいなさ、お姫様みたいなエフェクトはなかったから、で、何食べたん？私今日ほとんど何も食べてなくて、結局何だったんだろう昨日の。タピオカ飲みました。あ、思い出した。パパとお出かけした時にケバブを食べました。ですかね。やばい。こんなさ、かわいいさ、
お姫様なんですけど、 T シャツがカニですね。父の日、確かに世の中のお父さん、いつもお疲れ様です、いつもありがとう。よし、これか、これどっちがいいか。なんかこうやるとエフェクトの口紅が歯にくっつくんだ。口閉じてピースするわ。よし、これにします。そう、エフェクトハベにしちゃうから。なんかタグ付けじゃない、リンク付けしたいな。こうしたらできるかな。なんかやかましい画面になっちゃった。やかましくね、なんか。まあまあいいか。いきまーす。できました。
20歳最後。20歳やり残したことってなんだろう。ちょっと難しいな。なんだろうな。20歳おめでとうの自分へのお買い物をしたっけなって今ふと思い返すと、いや常にね、なんかね、例えば あのメイク道具欲しいなとか思ったら買ったりとか、それはお仕事に必要なものだからっていう甘い、自分に甘い心でいつもお買い物してるんですけど、なんか一生ものって言ったらあれだけど、そういう大人なお買い物はしてないかも。20歳、なんかちょっといいお財布とかさ、ネックレスとか、自分で一生もののものは使ってね、買ってないかな。そうだよね。まだまだですよね。もう少し大人になってから頑張ったって機械式腕時計。でも違うの、私ママから去年二十歳のお祝いで腕時計もらってるから、腕時計は自分で別に買わなくていいかなって思って。男性がさ、こう腕時計をコレクションしたりするの、私は女性だから気持ちがちょっとわからないから、腕時計は私一個あったらいいかなって思う。なんかファッションによって変えたりするの私は得意じゃないし、ママからもらったやつでだけでいいかなとか思ったり。普段時計全然しない、もうさ、してみちゃおうかな今日。あるんだよね。かわいい。もうこれより太れない。この余白じゃないけど、これ以上は太れない。
ニック言わないで。やばかったよね、この間さ、配信やめる時のさ、ムキーってやったらさ、まさかのすんごい線が入ってさ、え、私こんなに筋肉あったっけってなっちゃったんだよ。本当にやばかった、あの筋肉は。お誕生日おめでとう、ありがとう。自分でもびっくりしちゃったんだから、あれは。怖い、後ろから音がする。二十歳なのかい、21なのかい、どっちなんだい。キム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 キ、ピクピク。今日ちょっといつもより、いつもとメイク違うの気づかないよね、誰も。落ちた。間違えた、逆逆。なんかさ、弱々しいよね、いち。二十歳最後の歌は何にする？ちょっと歌おうかな。マックスかな。ポキといえばのメドレーする。ねえ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 、どうしたらいいの。もう怒っちゃうんだからね、ゆう。
もうないよ。じゃあ二人セゾン、バンドエイド、きっかけマックスかな。二十歳聞き納めメドレー。二十歳一番歌った曲は、え、なんだろう、あの子コンプレックス一個歌ったよね。恋をして
教えられた。君はせぞ君はせぞ僕の前に現れて。君はせぞ君はせぞ日常を輝かせる。二人せぞ二人せぞ春が過ぎて恋をして。二人せぞ二人せぞ秋冬で去ってゆく。初めて感じたときめき思い出は枯れんだ。二人せぞ、はあ、僕もせぞ。わーい。なんかな、ついこの間歌ったんだよな、バンドエイド。めっちゃ歌ってるやん。どうする？まずきっかけ歌っとく。きっかけもめっちゃ歌ってんだよな。バンドエイドやめようかな。ポキメドレーだからいい？そうか。Just
ありがとう。どうする？あ、2になったの。ありがとう。あと4曲でしょ？歌ってみよう、青春時計。いけるかな？本当に息ができないんだ。春の制服スカートゆらしガードレールをぴょっと飛んで、君は全力走っていくよ、風は後から追いかけていくよ。どうしてこんなに眩しいんだろう、どうしてこんなに切ないんだ、僕はきっと恋をしている。桜舞う日差しの通学路、遠くでいい、何にも始まらなくていい、追いかけず一瞬だけ君と会いたいんだ。ちくたくちくたく知らぬ間に時計は刻んでる、輝きながら過ぎてく汗の雫をそっと拭った。青になったらまた飛び出して、ポニーテールがジグザグ揺れる、僕はずっと思い続ける。桜の木花びら散ろうと思う情でいい、こっちを振り向かなくていい、疲れず永遠に僕は見守りたい。無理やり。前夜祭もクライマックスに差し掛かりました。ありがとうございます。
あの子コンプレックス、バンドエイド、マックス。さあ、去年の生誕祭したようで未練があること、空だけが気づいて泣いている。私の目に映ってるあなたは嘘をついてる。あなたに映ってる私は知らないふりした。特別じゃないなら甘顔見せないでよ。まだ好きでごめんね、願いただひとつ。
つも歌ってます。1週間前も歌いました。
あと30秒。やばいやばい。あ、10、9、危な、8、7、6、5、4、3、2、1、キャーくそくそ、わー、21歳になりました。ちょっと待って、全部やらせて。くそ。ラストです。全部21歳、イエーイ、わあ、ありがとう。ちょっと待って、よいしょ。お誕生日、イエーイ。待って、みんながさ、すごいたくさんさ、あのたい焼きをくださって、すごい嬉しいだけど、タワー投げて、タワー消えた消えました、タワーのあれが。お誕生日おめでとう、ありがとう、イエーイ。はい、言って。年一の楽しみ、これみんなに聞いてもらう。21歳、イエーイ。1が好き、1が好きなんだよ。うん、なんでだと思う？みんなの一番になりたいから、ポキが一番。あ、イエイ
でテロップを変えると、ああ、忙しい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 、なりました。お誕生日おめでとう。ありがとう。素敵な一年にします。もうみんなさ、もうたい焼きをすごいたくさん投げてくださるからさ、もうさ、だってたい焼きをさタワー分投げてくれてるから、みんなありがとう。でそれでタワーを投げてくださった方が誰？一人は市田さんだったね。名前さ、もうさ、今日みんなの100位から読もうかな。みんなの名前呼ぼうかな。あなたの名前は NGT48 の木本優奈です。あのタワーを投げたよっていう方は、はいって言ってここに来てくださいね。はい、自己申告制でお願いいたします。あ、ビールバラさん、タワーありがとう。タワー、はい、メガ少佐さん、タワーありがとう。タワー、トモさん、タワーありがとう。わー、間違えた。タワーあーって言っちゃった。一田さん、タワーありがとう。あ、21歳初ガオーです。ありがとうございます。イエーイ。もう一度頼みます。 GO。 あー、タワーお届けです。ジュンハンさん、タワーありがとう。すんごいたい焼き、あー声枯れそうなんだけど。あー、一番はアンナです。アンナが一番狙うとか言って具合悪いくせに、はいよ寝ろしっていう感じですけど、年一だから頑張ったんですって、私に一番に送りたいって言って、で次にお友達が送ってきて、一番って聞いてきてるんですけど、妹が一番でしたなんてさ、誕生日おめでとう、ありがとう。でその次もお友達、その次がチコちゃん。あー、チコちゃん
いけない太陽さん、パフェタワー、ありがとう、ガオー、ありがとう。あとはね、お、わあ、チコちゃんファンの方が、マニョさん、クマタワーガオー、ありがとう、ありがとうございます。チコちゃんルームからなんてお優しい、ありがとうございます。あとね、ナギ、ナギとももかちゃんも LINE、 私自分から追加してなかったんだけどね、追加してもらっちゃったよ。私がしなきゃいけないんだけど、本当は誕生日だからって言って、みんなが、花江もね、花江ありがとう、花江ありがとうね。この0時にダダダダダダッと来た方たち、おにょにょにょ、うわっ、あかりちゃんさん、新築タワー、ありがとうございますね。なんて優しいの、リエチャーズさん、ハッピーバータワー、トシさん、ハッピーバータワー、ありがとう。あとさっき、たい焼き、たい焼き、たい焼きタワーの人は、たい焼きタワーの人も言って、ありがとうございます、皆さんお誕生日ありがとう。やばい、21歳。ちょっと待って、一瞬一瞬こう考えて、うん、やばいね、一瞬ね、21か、やばいよね。あ、そっか、僕21、イエイ。ちょっと一回冷静になっちゃう、今すごいアドレナリンが出てテンションが上がってやばいんですけど、一回冷静になった時に18で加入してるよなとか思って、マサ佐藤さん、ピンクたい焼きタワー、ありがとう。え、パパからのタレコミが来てるけど、今なんて書いてあんの、とポキが1番、21ハッピーバースデータワータワー、ありがとう、やばいやばい、すんごい。ゆうじさん、ハッピーバータワー、ありがとう、ありがとうございます、皆様、皆様1位になったの、ありがとう、チコちゃんと会いたい、うん、アンナちゃん起きてまう、起きてまうけど多分起きてるんだよな。多分ね。うわー、やばいな、21だよ、ちょっと
あのさ、一回さ、一回いなくなっていい？主役いなくなるのおかしいか。あのお祝いろうそくしたい。ろうそく、じゃあちょっとちょっと待ってて。よいしょ。これタコ置いてく。熱っ。くそ臭い。お誕生日ありがとう。歌ってる時も暑かったんよ、ほんとやばかったんだから。ちょっと待って、ゆうね、自分でね、これを買ってきたんですよ。自分でこれ買ってきたんだけど、ママがアイスケーキを買ってきてくれている、買ってきてくれてるから、それが来るまでちょっと待つ。私がアイスケーキがいいって。誕生日おめでとう、ありがとう。
ありがとうございます。プルプルになりました。でも食べたら溶けるじゃない、なくなる。あ、21歳の抱負はだからみんなの一番になることじゃない。だけどそうですね、髪の毛を上手に巻けるようになることあとはパフォーマンス向上パフォーマンス力向上二十歳のうちにやり残したこと、なんだろう。二十歳は二十歳でできる限りのことをして生きてたから、まだそうですね。多分ないですよ。それにアイドルでいる限り、その二十歳でなきゃできないことってあんまりないしから、やりたい、その時見つかったやりたいこととか成功させたいこととか目標に向かってずっと突っ走ってってる感じ。だからね、いつもね、抱負って言われると難しいんだよね。今年の抱負とか、何歳の抱負って難しい、とても。誕生日おめでとう、ありがとう、みんなさんありがとう、お祝い、こんなにたくさんの人にお会いしてもらえて、うれぴー。うわ、来た、ケーキが来た。ちょっと待ってね、置く場所ないよ、汚くて。あ、来ました、ありがとう。何？火？誰か使った？誰か使った？ちょっと一回見せていい？使ったろうそく。見て、焦げてない？これ誰か使ったよね？誰？使ったろうそく。何これ、どこにあったろうそくなの？引き出しに入ってて2と1があって最後あったから、あ、と思ったら、え、なんか使ってる。待って、使ってあるよ、だってロー溶けてるもん、このステッペ。だって箱に入ってたんだよ、ちゃんと。多分使えるって思ったんじゃないの、誰か。はい、再利用の21歳です。わーい、撮って写真。
と、取れた。消すよ。思い出した。いきます。21歳、ありがとう。できた。誰か切ってほしい、切ってほしい。思い出したよ、思い出した。あのね、アンナが12歳の時、これユウが21歳の時も使えるんじゃないって会話をしたような気がする。ちょっとこっちも やるわ。こっちは21歳、撮ってもらうか。一応イエーイ、アイスケーキなんかも切って。あの、そんなに食べられないのでちょぴっとです。お願いします。これはこれアンナが12歳の時じゃないと思うんだけど。あ、じゃあママとパパの12年目の結婚記念日か。いや、わかんないけど。あのペペとポンちゃんの1歳と2歳カニに変えます。で、切ってもらってる間に取ります。映えてる、映えてる。小顔効果して、はい、こうやって ありがとう。いい感じです。ありがとうございます。撮りましたか。みんなスクショしましたか。ありがとう。じゃあ X に載せてください。ありがとうございます。いただきます。下げる。うん、
ただきます。これは桃のアイスケーキらしいです。皆さんがお祝いしてくれる。まずじゃあいただきます。あ、なんかでも鼻につけれるのあんまりない。だってアイスだもん。ガーハハ。マンゴーアイスが上に乗ってました。これは何アイスですか？何味ですかね？いちごのアイス。スパ。上のラズベリースパ。やばい。これは何アイスか。ぶどうかな。うん、ぶどうですね。これは何シャーベット。リンゴ。桃のアイスケーキの上にこういう感じで、これリンゴ、これイチゴ、アイスが乗っている。美味しいです。みんな配信じゃなくてもいいわ、これは。
みんながどういうか、みんなのお祝いメッセージを読みたいんだけど。もうそろそろ花いいんじゃね。やばいよ、ほら見て、フックみたいになってる。これゆなちゃんお誕生日ありがとう。とても美味しいです。何時まで配信するこれ。みんな明日、明日っていうかお仕事なのにね。1時にするわ。みんな明日寝坊しちゃうよね。推しの誕生日の、ま、お暇たぎ配信見てたら寝坊しちゃいましたってなっちゃうから。本当にねえな、みんな。ゆうがアイス食べてるだけだよ。産地に畑？やばいじゃん、2時間しか寝れないよ。寝て、本当にそんな。なんか、え、時間がさ、あれもう私誕生日来たるの、来たかって思って。実感がさ湧かないんですけど、やばくないですか。インスタライブ何するの。何もしない。どうしたらいい。インスタライブの企画なんて何も考えてない。ただ喋ろうと思ってみんなのコメント読めばいいかと思ってるんだけど。インスタライブ、うんと、今日って17日の19時半です。危な。
またなんかすく口が最近緩くて、カイリさんに髪型似合うって言われてよだれ垂らしそうになるし、最近わーって言ってよだれ垂らしそうになるから危ない。エフェクトは絶対するよ、だってエフェクトないと私配信できないもん、ブスだもん。どのぐらいの予定？1時間って普通の配信なんだけど1時間もしようかとしてるよ。その後ショールーム、そんな長くしないよ、みんなが寝れるくらい。うん、そうエッサ前にインスタライブして、エッサ終わってから配信するっていうことにする。今日あった出来事言っていい？100均に行ってカリカリ梅を15個買ってきた。15袋。二十歳最後にしたことといえばカリカリ梅を15個買ったこと。なんかちょっとやっぱり私も痩せたいなとか、今日食べ過ぎちゃったけどやばい、お腹が小腹がすくっていう時とかあるから、21個なかったんだよ。私が食べたいリンゴ酢使った美味しいカリカリ梅と蜂蜜漬けのカリカリ梅を買ってきたんですけど、それを全部買っても15個しかなくてごめんなさい、買い占めちゃったんだけど、21個なかったんよね。花のアイスもはい取ります。せっかくのいいハイライトだったのにね。誕生日おめでとう、ありがとう。ケーキが食べ終わったらもう終わりって感じだよね、きっと。今日100位から読みたいのに。
怖いってホイップクリーム。ってことは今日 S かわいいの発売ですよ皆さん。あれですかね、新潟は18日なんで明日なんですけど、発売日が。やっと皆さんの元に見たこともないポキ、誰ですかポキ。アザーカットあるよ、300枚ぐらい撮ったから任せて。あとあれもかな、スタコレも今日かな、ゆうなの生誕パック。あとあれ、お誕生日おしゃべり会、お誕生日お話し会が今日の23時59分までの申し込みなので忘れないでね。今日はいっぱいいろいろあるから。これユナパック、喋った、ボイス取った、狙ったかのように誕生日と別にね、いろいろあるよね。なんかいつも当日にいいんですかって思いをしてる一番最初 NGT に加入して一番最初のお誕生日は、あの3期の中で加入して、はい、おめで、え、ここに これが取れちゃった。加入して一番最初のポキの3期の中で加入して一番最初の誕生日はポキだったし、2回目の誕生日は生誕祭を当日に初めてやらせてもらうっていう20歳の最高の誕生日で、そう、日野さんに絵描いてもらった、そう3回目はもう S かわいいのみんなが頑張ってくださったおかげで獲得できた雑誌の掲載権の雑誌が発売されるって、やばーい。マリナさんからもおめでとう来た、嬉しい。
ごちそうさまでした。ありがとうございます。私 LINE のさ、生誕じゃない、誕生日の登録をしてないんですよ。 LINE にさ、この日が誕生日ですみたいなのさ、設定できるじゃないですか。それ私やってなくて、それなのに、あ、今日はポキの誕生日だってなってくださってるのが本当に嬉しくて。マリナ様、レイナさんも X、うん、なんなの幸せもんだね。じゃあもう今日は100位から読んじゃうよ。お名前だけで、だ14位までの方はお名前だけを読ませていただきますね。はい、いきます。100位ガッティさん、99位フータンさん、98位赤いケさん、97位新潟カズさん、96位チャッピーさん、95位アップルさん、94位リーベロさん、93位マタさん、92位ヤスーさん、91位ルカさん、90位ヨシさん、89位ヒロミさん、88位ビッグさん、87位ミズキさん、86位ハテナさん、85位レックスさん、84位すみすみ七大使発動中さん。あ、読めない方がいらっしゃるよね、こうなると。83位山中さくなさん、合ってんの？間違ってんの？82位だっちゃん、81位カサカサカサさん、80位電吉さん、79位藤うさぎさん、78位みほんさん、77位達也ぴさん、76位てるてるもさん、75位よこりんさん、74位リバプールさん、73位よしきさん、72位はあ、違う、あーたさん、71位とわさん、70位ラバーさんじゃない、ラブ WR だ、69位ぼーちゃん、68位ハニオレさん、67位かねちゃん、66位ドラドラさん、65位かおるこさん、64位月狼さん、63位ももかちゃん、62位音速の貴公子さん、61位ドラゴンさん、60位タオさん、59位リュウくん、58位ギバさん、57位ロザリオさん、56位ワタちゃん、55位サトシさん、54位 JXJX さん、53位ハイスノーさん、52位佐藤ハブオさん、51位今日も太鼓でビンビンさん、50位マナブンさん、49位エイティさん、48位カシンさん、47位コンビさん、46位エヌさん、45位イコイコさん、44位マシュマロチュン、43位おひさまさん、42位タカタンさん、41位ズーさん、あ、間違えた、ズーデスさん、40位リーヤマさん、39位ユーさんパパさん、38位カメさん、37位ガーガーさん、36位バンダイスイートオヤジさん、35位ドンさん、34位カオさん、33位オッサンズサムちゃん、32位トンカツさん、31位ユータさん、30位ヒヨリゲタさん、29位カズジさん、28位王子様の乗り物さん、27位クニさん、26位ゴンちゃんさん、25位タカタカさん、24位カジュポンさん、23位ヒロイチさん、22位マユちゃん、21位ケンザンさん、20位マニオさん、19位マササトウさん、18位メガショウサさん、17位リュウさん、
16位あかりちゃんさん、15位いけない太陽さん、14位りえちゃんずさん、ありがとうございます。では13位突破球さん、ありがとうございます。12位一田さん、ありがとうございます。11位ビールバラさん、ありがとうございます。10位きっとポキが一番、21ハッピーバースデー、ありがとうございます。9位あの時助けていただいたトシです。何これ、ありがとうございます。8位ユージさん、ありがとうございます。7位ハマッピさん、ありがとうございます。6位ブッチャーさん、ありがとうございます。5位トマオさん、ありがとうございます。4位ミミレイパパ、ありがとうございます。3位アベベポキさん、ありがとうございます。2位片山さん、ありがとうございます。1位マコイモさん、ありがとうございます。ピンクのたい焼きタワー何個もうここの方たちさ、ありがとう、本当にありがとう。ポキも21歳になりました。21歳もよろしくお願いします。皆様ありがとうございます。ピンクのたい焼きタワー、ありがとう。ちょっとねもう1時だからやっぱ大きい声出せないよね。タワー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 、皆さんこの時間まで起きてポキのお誕生日をお祝いしてくれてありがとうございます。昨年ももう皆様にものすごくお世話になりましたが、21歳のポキもよろしくお願いいたします。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。みんなありがとう。今日も一日お疲れ様でした。明日も頑張ろう。みんな寝て寝てね、早く寝てね。もうこのままベッド、はい、おやすみだよ。おやすみ、ごきげんよう、バイバーイ。明日も頑張って、じゃあね、みんな大好きバイバーイ。あーはははー。